昨日、しりべしの陽蹄山で雪崩に巻き込まれて2人が死亡した事故で、専門家が今日現地調査に入りました。この事故は、昨日、陽蹄山の標高750メートル付近でバックカントリースキーをしていた3人が雪崩に巻き込まれ、ニュージーランド国籍の30代男性と20代女性とみられる2人が死亡、1人が怪我をしたものです。

雪崩の要因を確認するということです。